札幌市内のサウナではキックオフと同時に熱風を送るロウリュが行われ、熱気で満たされました。優勝候補のドイツを破る大金星を挙げました。歴史的勝利から一夜明け、浅野のあの技術はすごいね。もうあそこのタイミングしかなくてね、あれかっこよかった、すごい。